スマーフ、スマーフ、英語、スマーフあるいはシュトロンフ、フランス語、スクトランプフは、ベルギーの漫画家のピエール・クリフォールの漫画に登場する、架空の種族である。ヨーロッパのどこかの森の中に住んでいるという設定で、青色の肌をした、小さな体をしている。英語圏では主に、ハンナ・バーベラ・プロダクションのアニメ番組を通して、知られている。 1958年10月23日、ピエールが雑誌、スピルーで連載していた、バンドデシネ、漫画、ジョハンピアルイと、ジョアンとピルルイで初めて登場した。オリジナルにおける、スマーフの名称、スクトランプフは、ピエールによる造語である。ピエールへのインタビューによれば、友人と昼食をとっていた時に、塩を回してくれるように頼もうとしてとっさに口走った。 言葉、パッセ、モイルスクトランプフ、シュトルンフを取ってくれから生まれた。後にこの名前は30カ国語以上に翻訳されることになる。オランダ語を含む多くの言語では、この単語はスマーフと訳されている。スマーフが登場するジョアンとピル類はフランスやドイツでも出版された。この小さな青色の種族は人気を博し、すぐにスマーフ自身の漫画シリーズが開始された。 このシリーズは大規模な成功を呼び起こした。ピエールはインタビューで彼自身のお気に入りの作品はジョアンとピル,ルイであり、スマーフの行き過ぎた成功にはしばしば不快感を募らせていたと答えている。スマーフの漫画はヨーロッパ、特にフランス語圏ではバンドデシネの古典と考えられている。16巻以降は ペヨの死後に別作者により執筆されており、現在もシリーズは続いている。日本では、1985年、セーラー出版より、スマーフ物語、わけ、村松忠だ編、小川悦子全15巻として刊行された。日本語版は、原書12巻分までを40ページ前後に、再構成したもである。図書館などへの売り込みには成功したものの、 書店での売れ行き不振により1990年までに絶版。キャラクター商品などによって人気が高まったことで2002年に新装版で復刊されたが、その後再び絶版になる。後日の映画版の公開に合わせて2011年8月末にコミネ書店によりスマーフとして第1巻第3巻が復刊された。第4巻以後も順次復刊される。 1965年に90分の白黒アニメーション映画、アベントア・デ・シトルームフスが制作されたが、この作品はほとんど注目されず、現在もほとんど知られていない。1976年に、ジョアンとピル,ルイの映画化である、六つの穴のフルートが、ベルギーのベルビジョンスタジオで制作され、長編作として公開された。1970年代後半に、 カリフォルニア州のオレス・ベリー社から発売されたスマーフ関連商品はアメリカで大ブームを巻き起こした。NBC の社長フレッド・シルバーマンは土曜朝のラインナップにスマーフの番組を加えることを思いつき、1980年にハンナ・バーベラ・プロダクションの制作による T スマーフスが NBC で放映された。この番組は大規模な成功を収め、 毎年のようにスピンオフ特番が制作され続けた。ザ・スマーフスはデイタイムエミー賞の子供向け番組賞を通算2回受賞し、また子供向けアニメ賞に通算5回ノミネートされている。ザ・スマーフスは1985年10月14日から1986年3月31日まで小さな森の聖アイアム。スマーフの台で日本で放映された。放送時間は 月曜19時30分20時 JST だが1985年12月30日放送分と最終回は19時30分20時54分にプロレス中継が編成されたため19時19時30分に繰り上げて放送した。後に森のスマーフという題でも放映された。2011年にソニーピクチャーズアニメーション制作コロンビア映画配給で 映画版が公開された。実写と CGI を合わせた作品であり、3D 映画として公開された。2013年に、続編、スマーフにアイドル救出大作戦、が公開された。さらに2017年には、フル CG 映画、スマーフスマーフェットと秘密の大冒険が公開された。オランダ人歌手、音楽プロデューサーのバーデル・アーブラハム、ベイダー。 エイブラハムの編名が T. スマーフィンライド A. ザ・スマーフソング1977年発表をはじめとしたスマーフ関連のコード CD を発表し大ヒットした。日本では山川圭介の役史でザ・ブレッスン4がカバーした。大半のスマーフは非常によく似た顔立ちをしている。具体的には男性の姿をしておりちょうどリンゴ3個分の背丈しかなく。 青い肌を持ち、短い尻尾を通すための穴を開けた白いズボンに、白い帽子と、おのおのを見分けるためのアクセサリー。例えばハンディスマーフは、普通のズボンの代わりに、オーバーオールを身につけている。歩いたり走ったりする他に、両足で飛び跳ねて移動することもある。好物は、サルサパリラという歯である。ちなみにこの歯は、とても苦く、人間の口には合わない。ナマモノスマーフ。 気難しやスマーフ、聡明スマーフなどの人間の各典型を満たすメンバーから構成される。スマーフは全員100歳であると言われており、通常は100人いる。この数字は新しいスマーフの登場により増加することもある。以下の3人のスマーフは他のスマーフとは顔立ちが異なる。スマーフ語の特徴は単語、スマーフの多様と、 その意味の様々な派生にある。日常会話では、会話がほとんど理解不能になるまでに、名詞や動詞がスマーフに置換される。素晴らしいね。スマーフだね。など。スマーフは深い森の奥のどこかで、キノコで作られた家か、キノコのような形の家に住んでいる。校舎は、多くの場合、石造りである。2005年に、スマーフの村が軍用機により焼き払われる。 反戦広告がベルギーで放映された。この広告はピエールの遺族の承認のもとユニセフにより制作され、夜9時以降に25秒間の公共広告として放送された。広告は超の舞う平和なスマーフ村が爆撃を受け、残された赤ん坊スマーフが地面に倒れ伏した両親の間で泣いている場面で終わる。最後のフレームでは、 戦争に子供を巻き込んではならないとのメッセージが表示される。この広告はユニセフのベルギー支部がブルンジと今後民主共和国の元少年平行性教育のための7万ポンドの資金を稼ぎ出すキャンペーンの要だった。この広告は論議を巻き起こし複数の子供の親や市民を動揺させた。ユニセフのスポークスマンのフィリップ・エノンは反応の70%が 好意的なものだったと述べている。日本では1979年に雪印入業のボール型チーズ、チーズキャッチのイメージキャラクターに起用された。これが日本におけるスマーフの初登場とされる。CM では、おやつだチーズだ。チーズキャッチのフレーズでお茶の間に登場して、以来10年以上商品のパッケージに使われていた。 日本では1980年代にセーラー万年筆がキャラクター文具を販売していた。その後は一部の雑貨店などで輸入物のキャラクター商品が販売されていた。2010年、日本における本格的な商品展開が再開された。アパレルバッグ、文具、雑貨など幅広いスマーフグッズが出ている。キディランド原宿店やプラーザなどで販売されている。 楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。